最速で最速の新幹線、マジカルジャーニー新幹線に乗りに行こう。皆さんこんにちは。毎度おなじみ旅行タレントの山田雅史でございます。さあ今日は仙台にやってきました。今回は今日2024年10月10日木曜日から運行を開始した特別な新幹線車両、最速で最速のマジカルジャーニー新幹線に乗って東京に向かいます。ディズニーと新幹線といえば、去年2023年12月から今年2024年3月までのおよそ3ヶ月間、東京ディズニーリゾート40周年を記念して特別な塗装をまとった E2 系新幹線がマジカルドリーム新幹線として東北新幹線で活躍していました。しかし当時見に行きたいと思いつつも行けなかった私、あれから半年、ディズニー新幹線がパワーアップして帰ってきました。E2 系はほとんどの車両が引退しており、もういよいよ残すところわずか。今回の車両は現在東北新幹線で主力の E5 系が採用されました。 E5 系としては今回のマジカルジャーニー新幹線が初の全面ラッピング塗装になります。 E2 系は東京から仙台まで、一部盛岡までの運転でしたが、 E5 系では東北新幹線全区間、さらに北海道新幹線にも乗り入れて新函館北斗まで走ります。最高速度時速 320km、 まさに日本最速の新幹線です。先週10月2日水曜日、 JR 東日本の発表で今日10月10日木曜日のはやぶさ2号からこのマジカルジャーニー新幹線が運行開始することが発表されました。マジカルジャーニー新幹線は来年2025年6月上旬までのおよそ8ヶ月間の運行予定ですが、今回は何としても乗りたい、なんなら1本目に乗りたいということで最速で乗りに行くことにしました。今回1本目として充当されることになったのが、仙台6時35分発東京行きのはやぶさ2号です。ラッピング作業は上越新幹線新潟にある車両センターで行われ、昨日10月9日に仙台まで改装されてきました。そして昨日仕事を終えた私は一度家に帰った後、東京駅23時30分発の夜行バスに乗り込み、いざ仙台へ。翌朝5時前に仙台に到着。最速でマジカルジャーニー新幹線に乗るためだけに東京から仙台まで往復、その費用15,000円ということで、何としてもこの動画には売れてもらわねばなりません。あなたの登録ボタンのクリックが私の未来につながります。応援ありがとうございます。さあそして今日朝6時の仙台駅でございます。それではホームに上がっていきましょう。はやぶさ2号は通常仙台駅の13番線から発車します。はやぶさ2号の前に2本列車があり、全て13番線から発車するため、はやぶさ2号は発車5分前の6時30分に入線します。そう思って朝6時早めに入ろうと例のエスカレーターを登っていくと、なんと14番線にすでに入線していました。そしてホーム上には大きなカメラを持った数多くの人間が。行くまで知らなかったのですが、この特別なはやぶさ2号のために報道向けに出発式が行われており、通常と乗り場を変更してかなり早くから入線していました。先に出る2本も今日だけホームを変えて反対側から出発していきました。かなり早めに来たため、ホームにいるのはほとんどが職員か報道者ばかり。皆さんインタビューしながら必死に撮っています。それでは出発前に東京方1号車からラッピングの様子を見てみましょう。最前部は残念ながら部外者は立ち入れないため、1号車の後ろから見ていきます。今回のラッピングは2024年6月に東京ディズニーシーにオープンしたファンタジースプリングスをモチーフにしています。ファンタジースプリングスはアナと雪の女王をテーマにしたフローズンキングダム、ピーターパンをテーマにしたピーターパンのネバーランド、塔の上のラプンツェルをテーマにしたラプンツェルの森の3つのエリアでできています。ラッピングも3種類の構成となっていて、青色をベースとしたアナと雪の女王が2号車と5号車と9号車、緑色をベースとしたピーターパンが3号車と6号車と8号車、紫色をベースとした塔の上のラプンツェルが4号車と7号車に、そして両端の1号車と10号車には3つ全てのテーマが描かれています。もちろんいつもの E5 系と同じように、9号車はグリーン車で10号車がグランクラス、その他1号車から8号車までが普通車になっています。初日に充当された4本の列車は全てはやぶさ号になるため全車指定席ですが、この車両は那須の山彦としても使われます。那須野や山彦では自由席も設定されます。
一部を除いて前日にならないとどの列車として走るか発表されないため、狙って乗るのはかなり難しいですが、那須野や山彦の自由席であれば来るまで待つこともできるので多少は狙いやすくなります。今回のラッピングは U6 編成に施されました。1本目のはやぶさ2号は10両単独の列車でしたが、 E5 系では小町用の E6 系や翼用の E3 系 E8 系と連結して走ることもよくあります。連結する場合は17両のうち東京型の10両が E5 系になります。2011年の登場以来、 E5 系に全面ラッピングが実施されるのはこれが初めてとのこと。ひときわ目立つデザインで早朝から多くの人々の注目を集めています。これからおよそ8ヶ月間活躍するのがとっても楽しみな車両です。ということで10号車の端っこまでやってきました。お待たせしました。発車の15分前ドアが開けられました。それでは中に入っていきましょう。といっても中はほとんどいつもの変わり映えしない E5 系でした。いくつか注目ポイントがあるので後ほどご紹介しますが、できれば車内ももっとワクワクするようなデザインにしてほしかったところ。今後の新しい展開に期待します。さあ出発の時が近づいてきました。改めて先頭1号車に行ってみましょう。先頭では出発式が行われており、なんとミッキーが見送りに来ていました。しかし残念、ミッキーは一番端にいる報道陣に微笑んでいたため、こっちは見てくれませんでした。皆さん大変お待たせしました。6時35分発はやぶさ2号、東京行き、ドアが閉まりまして、ただいま出発です。この新幹線の注目ポイントといえば、なんといっても車内メロディーです。通常の東北新幹線用とは異なるディズニー楽曲をイメージした専用のメロディーが使われています。それではお聴きください。本日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は東北新幹線はやぶさ号の東京行きです。さあ日本最速の新幹線はどんどん速度を上げ、時速 320km であっという間に駅を通過していきます。それでは車内のもう一つの注目ポイントをご紹介します。それがこちら、窓のカーテンです。カーテンを下げると小さなステッカーがポツンと貼り付けられています。このステッカーもファンタジースプリングスをモチーフにした3種類が貼られているとのことですので、皆さんもご乗車の際にはぜひ探してみてください。はやぶさ2号は仙台を出ると大宮にしか止まらない、上野も通過してしまうかなり停車駅の少ない列車です。車内メロディーは仙台発車、大宮到着、東京到着の3回しか鳴らないため、メロディーを楽しみたい方は停車駅の多い那須野や山彦を狙うのをお勧めします。まもなく大宮です。あっという間に1時間ほどが過ぎ、大宮に到着します。
さすが通勤時間、大宮から東京までの短距離でも新幹線通勤する人たちがたくさん待っていますが、はやぶさ号は全車指定席、皆さん自由席を待っているのでこっちには乗り込んできません。大宮を出ると通勤ラッシュ真っ盛りの埼京線列車と並走します。おはようございます、皆さんお仕事ご苦労様です。はやぶさ号は快適に颯爽と追い抜いていきます。東京都に入り終点が近づいてきました。田畑の車庫の近く、萩の月の看板が目立ちます。残念ながら仙台にはたった1時間半の滞在、早朝でお店も開いていなくて何にも買わずに帰ってきました。向かい側には JR 東日本のビル、窓に反射してラッピング塗装が映り込みます。列車は地下に潜り込み静かに上野を通過します。1時間半の旅で東京に帰ってきました。ほんの11分で折り返し、はやぶさ7号となって今度は北海道を新函館北斗に旅立ちます。もちろんホームで待っている皆さんからは大注目、東京にも報道の人が来ていました。ホームを移って在来線側10番線にやってきました。はやぶさ2号は20番線に到着したため、ここから出発を眺めます。今日はサンライズ号が1時間ほど遅れており、マジカルジャーニー新幹線との並びを見ることができました。ということで、はやぶさ7号となったマジカルジャーニー新幹線は新たなお客さんを乗せて北海道へと旅立っていきました。詳細な運行予定は毎日22時頃に翌日分が JR 東日本の特設ウェブサイトに掲載されます。乗りたい方、見たい方はぜひチェックしてみてください。それでは最後に今回も私から皆さんにこちらの言葉をお届けします。乗れるものは乗れるうちに、行けるとこは行けるうちに。